ナンバーアンダーラインアイ、INZM、CDTV ライブライブで見せた覚悟とは、渋谷スバルトナンバーアンダーラインアイ、事務所対処後の明暗を分けた決断とは、2024年9月23日、平野翔、ガン太、神宮寺優太の3人による、ナンバーアンダーラインアイが、CDTV ライブ。ライブ。TBSK に出演し、新曲、INZM、 稲妻を披露しましまたかつてキング・プリンスのメンバーとして活動していた彼らが新たなスタートを切った瞬間に、多くのファンが注目しました。しかし、この出演は単なる音楽番組の一幕以上の意味を持っていました。それは彼らがグループとして再出発を果たす一方で、ファンの間では彼らの別れ方や新しいステージでの彼らの扱いについて複雑な感情が渦巻いていたからです。放送当日、 3人がスタジオのオープニングに登場せず、岸くんの楽屋からのインスタグラムの投稿もなかったことから、今回の出演は事前収録だったのではないかという憶測が飛び交いました。この番組での出演者の存在感はファンにとって特別なものであり、彼らがリアルタイムでスタジオにいないことは少し寂しさを感じさせるものでした。そんな中、渋谷スバルとの比較が再び浮上しました。ジャニーズ事務所を去った後も、 自身の音楽活動を続ける渋谷スバルの姿勢は、彼らの状況を考える上で一つの対照的な例となっていたからです。渋谷スバルは関ジャニエイトを脱退し、新たな道を歩み始めた後も、彼のファンは彼の変化を受け入れ、彼の音楽を通して新しい彼を応援し続けてきました。彼が再びテレビに登場し、笑顔でかつての仲間と共演する姿を見たファンは、 長い年月をかけて培った彼らの関係性に感動しました。その姿勢は、単なる別れではなく、新たな出発として、多くの人々に勇気を与えるものでした。一方で、ナンバーアンダーライン愛の3人は、キング・プリンス時代の楽曲を歌うことができない現状や、異なる待遇を受けているように感じられることから、ファンの中には不満や疑問を抱く人もいました。特に、ファンの間で議論を呼んだのは、 一番のパフォーマンスについてでしたこの楽曲は平野くんが憧れていたアーティストであるクレバさんとのコラボレーションで生まれたものであり彼にとっても特別な意味を持つものでしたそれだけにファンはナンバーアンダーラインアイの3人が「1番」を歌う姿をもう一度見たいと期待していましたしかしキングプリンスとして活動していた当時の楽曲が彼らから離れてしまった今その願いは現実的ではないのかもしれません 彼ら自身もキングプリンス時代を経て、今の自分たちがあることをしっかりと理解しているように思えます。そのため、過去の曲を無理に取り戻すよりも、新たなスタートを切ることに重きを置いているのではないでしょうか。さらに、今回の出演をめぐって、ファンの間には意見の対立も生まれました。彼らの過去の映像が使われることに対して、元メンバーを懐かしむファンと、 今の彼らを応援するファンとの間で意見が分かれることもありました。一方で、2人で活動を続けているキング・プリンスの映像が流れた際、ナンバー・アンダーライン愛がワイプで抜かれることはありませんでした。この事実に対しても、2人バージョンの1番を流すことが自然であり、今の彼らを尊重するべきだという意見や、5人の1番を流してほしかったという意見が交錯しました。この議論の背景には、ファンの中での期待と、 現実のギャップが見え隠れしていますしかし、このような意見の対立は決して新しいものではありません。渋谷スバルが関ジャニエートを脱退した際も、彼のファンやグループのファンは、それぞれの立場からさまざまな感情を抱いていました。グループから離れるという選択は、本人にとってもファンにとっても決して簡単なものではありません。それは一つの別れでありながら、新しい道を歩むための、 出発点でもあります時間が経つにつれて、ファンはそれを受け入れ、彼らの選択を尊重するようになりました。今回のナンバーアンダーライン愛と渋谷スバルの待遇差に対する議論も、結局のところ、彼らが選んだ道とその結果に対するファンの反応の一つにすぎません。彼らが自身の意思で選択し、新たなスタートを切ったことを尊重することができるかどうか、それがファンの成長でもあり、 アーティストとの関係性を築く上での重要な要素です。また、芸能界では、時間の経過とともにファンの心情やアーティスト自身の姿勢が変化していくこともよくあります。渋谷スバルが数年の時を経て関ジャニエイトのメンバーと再び共演し、その姿を見てファンが喜ぶように、ナンバーアンダーライン愛もいつか同じような瞬間を迎える日が来るかもしれません。今はまだその過程の途中であり、 彼ら自身も新しい道を模索している最中です。彼らが選んだ道に対して、批判や疑問が生まれるのは当然のことかもしれませんが、それ以上に大切なのは、彼らが自分たちの信じる道を歩んでいることを尊重し、応援し続けることではないでしょうか。過去に渋谷スバルが関ジャニエトを脱退した後、彼自身が自らの音楽を表現し続け、ファンとの絆を深めていったように、 ナンバーアンダーライン愛の3人も新たなステージで自分たちの音楽を見つけ、ファンとの絆を築いていくことでしょう。それが時間をかけて成長し、進化していく姿は、ファンにとってもまた一つの喜びであり、誇りとなるはずです。そして、このような出来事はファンにとっても、アーティストにとっても、別れではなく、新たな旅立ちとして捉えられるべきなのかもしれません。過去の栄光や成功に縛られることなく、 彼らが選んだ道を歩む姿を見守り、応援すること。それこそが真のファンとしての姿勢ではないでしょうか。別れ方で変わるという言葉が示すように、彼らがどのように過去を乗り越え、新しい未来を切り開いていくのか、そのプロセスこそが彼らの進化を問うものです。そして、その姿を見守り続けることで、ファン自身も成長し、新たな価値を見つけていくことができるのです。 ファンとアーティストの間には、常に変化と進化があり、その中で互いに影響し合いながら成長していく関係性が存在します。渋谷スバルトナンバーアンダーライン愛の別れと再出発は、その一例であり、彼らが歩む道がどのように進んでいくのか、その先にどのような未来が待っているのか、それを楽しみにしながら見守ることこそが、ファンとしての一番の喜びではないでしょうか。そして、 そのような変化を経て、アーティストとファンが新たな絆を築く瞬間こそ、最も感動的なものになるでしょう。私たちが彼らを見守り、応援することで、彼らは過去の経験を生かしながら未来へと歩み続ける力を得るのです。その中でアーティストは時に壁にぶつかり、困難を乗り越え、またファンも自らの感情と向き合う機会を得ることになります。まるで彼らと共に成長し、 新たな自分を発見するかのように。渋谷スバルが関ジャニエトから離れ、自らの音楽を追求する道を選んだとき、多くのファンは戸惑い、悲しみ、そして彼の選択に賛否両論を抱いたことでしょう。しかし、彼がその後も音楽を通じてファンと対話し続けることで、やがて多くの人々が彼の真の姿を理解し、受け入れることができるようになりました。その姿はまさに、 別れ方で変わるものを象徴していたと言えますどのように去り、どのように新たな場所で輝きを放つのか、そのプロセスが彼自身の価値を高め、ファンとの新たな関係を築く鍵となったのです。同じように、ナンバーアンダーライン愛の3人もこれからの歩みの中で、自らの存在価値を再確認し、新たなステージで輝きを放つことでしょう。ファンにとって重要なのは、彼らがこれからどのような音楽を作り出し、 どのようなメッセージを伝えていくのか、その姿勢や努力を見つめ、応援することです。過去の栄光に縛られず、未来に向けて一歩ずつ進む彼らの姿は、多くの人々にとっての希望であり、勇気の源となるはずです。また、アーティストが過去を背負いながらも新たな一歩を踏み出すという行為は、実は非常に勇気のいることです。彼らは常にファンの期待や批判と向き合いながら、 自分自身の道を切り開いていかなければなりません。それは孤独な戦いでもあり、同時に希望に満ちた冒険でもあります。ファンが彼らを支え、応援することで、その冒険はより豊かで、輝かしいものとなるのです。たとえナンバーアンダーライン愛がこれからどのような道を歩もうとも、彼らの音楽が新たな価値を生み出し、ファンにとっての大切な存在であり続けることに変わりはありません。そして、 その姿勢や努力が、いつの日か彼ら自身の新たな、伝説として語り継がれていくことでしょう。渋谷スバルが関ジャニエイトを離れてからも音楽を通してファンとつながり続けたように、ナンバーアンダーライン愛の3人もまた、彼ら自身の道を歩みながら、新たなファンとの絆を深めていくのです。それは決して簡単なことではありませんが、彼らが信じる道を歩むことで、新たな感動や驚きをファンに届けてくれることでしょう。 そしてその姿は、いつか振り返ったときに、彼ら自身の成長とともに歩んできたファンにとっても、大切な思い出として心に刻まれることになるのです。結局、アーティストとファンとの関係は、一方的なものではなく、互いに影響を与え合うものです。彼らがどのような道を選び、どのように未来を切り開いていくのか、その過程を見守り、共に歩んでいくことで、私たち自身もまた成長し、 変化を受け入れていくことができるのではないでしょうか。そしてその変化の先には、今まで想像もしなかったような素晴らしい景色が広がっていることでしょう。これからも、彼らが選んだ道を信じ、応援し続けることで、私たちもまた彼らと共に新たな冒険を楽しむことができるのです。その一歩一歩が、彼らとファンとの新たな絆を築くための大切な瞬間であり、その全てが彼らの、 物語の一部となっていくのです。